人気ホラーゲームでバグだと断定できない奇妙な事態が報告されたことが話題です。先月末にリリースされ、瞬く間に話題の中心となったゲーム8番出口、日本だとよく目にする迷路のような地下通路から出口を目指すという内容の本作品は、そのシンプルかつ奥深いルールと奇妙な世界観がファンたちの心をがっつりと掴んだことで、発売後わずか1日で3万本以上の売り上げを達成するなど、個人が開発したゲームとしては異例の売り上げを達成したことで注目が集まっておりましたね。ゲーム内で設置されているルールはわずか4つ。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ることというもので、ゲームを進行していく中で同じ通路を何度も通ることになるのですが、その中で異変が生じていると感じたらすぐに道を引き返してまた前に進むという流れでゲームは進行していきます。現在確認されているだけでも引き返す基準となる異変は30種類程度あるらしく、上看板の裏側の文字が引き返せとかなり不気味な表記になっていたり、壁のポスターが恐ろしい絵に変化していたり、毎回向かいから歩いてくるおじさんがなぜか大きくなっていたりと、ゲーム内で登場する異変のバリエーションは様々となっております。ゲームが進行していくと、曲がり角に書かれた出口の番号がどんどん大きくなっていき、異変が起きているにもかかわらず気づかずにその通路を通過してしまうと、ここの番号が0番に引き戻され、最初からやり直しになってしまうというシステムです。このように間違い探しのような単純なゲームかつ不気味な雰囲気を醸し出している当作品は、ホラーゲームとしての完成度が非常に高く、レビュー欄ではホラーゲーじゃないって言われたのにホラーゲーだった、異変が起きてるならすぐに引き返せ、ホラーじゃないですかなおとプレイした方々からは高評価を得ていた印象です。そんな大人気の当作品においていくつか奇妙な話題が上がっていましたね。まずこちらのゲームは進行する上でプレイヤーが違和感を感じたら引き返すというルールなので、バグが起きても仕様なのかどうかわからんという声がネット上で上がっていました。例えばとあるネット民がゲーム内の舞台装置として登場するおじさんが点滅しながら小刻みに揺れている動画を投稿して、これは異変なのか的なことをつぶやいた投稿はかなり話題になりましたね。確かにゲームの仕様でおじさんが揺れているのかバグが起きているのかわからない挙動だったため、本当にどっちかわからなかったのですが、これに対してゲームを作った方が、これ開発者も知らない異変なので見つけた時は引き返さないでくださいと、このおじさんが揺れているのがゲーム内に用意された異変ではなくバグであることを明かしておりました。ネット民からはガチ異変で草、バグっても異変なのかバグなのかわからないの面白いななどと突っ込まれていましたね。一方で違和感を探すというゲームにおいて、公式が用意していない奇怪な現象が起きているということに対して、8番出口、公式が用意していない違和感バグも発生しててホラー度が増してる、開発者も知らない異変って映画っぽくていいななどと、逆にホラーゲームとしての完成度が高くなっているという声も上がっていました。このケースでは開発者さんからの言及によりバグだということが明らかになっていたのですが、実は現在バグなのかどうか開発した方すら分かっていない事態も起こっているそうです。こちら先日発表された文章なんですけど、何度進んでも異変が発生しなくなる現象に関してというタイトルですね。この文の内容を要約すると、どうやらゲームを進行していく中でキーとなる異変が発生せず、いつまで経っても地下通路を抜けられないという報告が開発者の方に何件か寄せられていたみたいなんですよね。もしそのような事態が実際に起こっていたら、それは間違いなくバグなのですが、一方でこのゲームにおいては画像のようにドアノブの位置が変わっているだけのような初見で見破るのが難しい、とんでもなく分かりにくい異変もゲーム内で仕様として備わっているということで、この異変がないのにゲームが進まない、地下に閉じ込められたと主張する方が、単にそういった難しい異変を見つけられていないのか、それともバグが起きているのかということが分からない状態になっているそうです。この件は様々な場所で記事としてまとめられており、異常発見ホラーゲーム8番出口開発者、異変が起こらないとの報告がバグであるかどうか分からず困り果てる、プレイヤーも開発者も分からないというタイトルが付けられていたりしたのですが、開発者さん自身もこの件に関して助けてくださいというド直球なメッセージを残したりもしていました。ファンからはそれはもう罪なのでは、どうすれば助けられるんだなおと困惑の声が上がっていましたね。中にはゲームが自我を持って常に新しい異変を作り出し続けているのかもしれない、ここからが本当の8番出口かと、この答えを出すことが難しい現象に迷い込んだこと自体がホラーゲームの始まりではないかと不吉なことを言い出す方もいました。皆さんもぜひ8番出口をプレイして脱出できるか試してみてください。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。